ポーターからここもシンプルに入れていく、競り合い、拾った、シュート、前田孝之のゴール、山口最終盤で追いつきました、前田孝之のシュート。高谷さん追いつきましたよ。まあやはりこれがやっぱり前節での教訓ですよね、それをうまくこう自分たちもできるっていう風にモチベーションに変えれればこういう形になると思いますよね。この場面、前高幸迷うことなく右足振り抜いていきました。後半アディショナルタイムです。一時は2対